じゃあ貸してみな。気合を入れて。ほう。あちょー、ズバ、ズバババーン、ガシャン、ガシャガシャーン。口でいいやんかな。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、クリア後やけど、普通におるね。普通におるね、寝おるしなんか。今日も暑いわね。おい。なんで普通にいるんだ、お前は。確かに暑いですが、ダラダラしていてはいけません。神道を滅却すれば、火もまた涼しと言います。このような人こそ、シャキッとしましょう。なんかいいな、こういう感じのさ、ベランダめっちゃ良くない？ダラダラしてたのはウィスパーでしょ？うん、そういう風にしか見えなかったぞ。ウィスー！いやー、こんなに暑いと、あの日のことを思い出しますね。アイラちゃんに別れを告げ、人間界を去ったあの日のことを、ごまかした。そしてあっという間に戻ってきたんやけどね。てかそんな昔のことなんも。アイラちゃん、妙だと思いませんか？マオくんが妖怪と人間の仲を取り持ってくれたおかげで戻ってこられましたが、あ、そういうことな。妖怪エレベーターが再び開かれるまで、私たちはかなりの時間を過ごしました。それなのに、人間界ではまだ夏休みが続いています。長い。夏休みがあまりにも長すぎます。じゃあ、そんなに経ってないってことや。そう言われてみればそんな気もするけど。何？それも妖怪の仕業？実は心当たりがあるのです。私たちが人間界に戻るまでの間には、かなりのいざこざがありました。そのいざこざのどさくさで、あの地の封印が解けてしまったに違いありません。ん？ウィス。その名も、無限地獄。妖魔界のどこかにあると言われていますが、どこにあるのかは誰も知らない未知の場所。そこに封じられて妖怪が目覚めると、世の秩序が乱れると言われています。妖魔界から妖怪が溢れ出たり、同じ時間を繰り返したり。そう。まさに今の状況ではありませんか。そういうこと？妖怪マル秘情報によると、どこかのお金持ちが情報を持っているようです。というわけでアイナちゃん、そのお金持ちとやらを探しに行きましょう。それだけの情報でどうやって探すの？人間界と妖魔界を救ったアイナちゃんなら大丈夫ですよ。妖怪エレベーターが再び開いたおかげで、強い妖怪も人間界に来ていますからね。彼らとお友達になりながら、地道に探していけばいいんです。さあ、そうと決まれば、レッツゴー！うん。何よ、そのお金持ちって。街を自由に冒険しよう。何それ、目的はなしということでよろしいかしら。そう、妖怪ウォッチをね、S ランクにあげたいんだけども、鏡の世界に連れて行って差し上げます。雲外鏡を使ってワープしましょう。時計の調子道へ。行きまーす。はい、来たー。どうよ。いらっしゃい。とうとうこの時が来たようだ。なになに？いつものように試験をするのでは。試験には違いないんだが、まあ、詳しい説明は後でしよう。試験、受けてみるか？なに？まず、説明してから私が答えるんじゃないんすか？いいだろう。いつもの通り、妖怪と戦って勝ってきてもらう。しかし、今回は最後の試験だ。その意味がわかるか？最後、つまり妖怪ウォッチのランクが最大ランクになるというわけですか。その通り、つまり最強の妖怪たちと出会うことができるようになる。すごい。じゃあこれをクリアすれば、すべての妖怪が見えるようになるんだ。だが、これまでで最も危険な試験になるぞ。お前たちにやれるかな。友達妖怪にみんなと力を合わせれば、きっと大丈夫だよ。よしよし。ならみんなで力を合わせて、この試験を乗り越えてみせな。最後の試験は、あの妖魔界に行ってもらう。そんな強敵ばかりの妖魔界で、次に3匹を倒してくるんだ。まずは嘘つき山にいる無理だ城。次に荒くれ街道にいる旅がっぱ。そして最後に、腹ペコ峠にいるデビビル。倒してくる妖怪は以上の3匹だ。どうだ？最後の試験にふさわしい強敵ばかりだろ？うん、強敵なんかな？よくわからん。確かに今までにない強敵ばかりです。だって自分の手持ちにタピガッパおるし、前、無理だ城を倒したし、これまで以上に気を引き締めて挑みましょう。うんうん。S ランクへの挑戦発生。クエストメニューを確認しよう。まあ、行きますか。ワープします。これで、
と大森神社ワープします。妖魔界の方までワープしていけたらいいのにね。まあとりあえずガーガーガー、なんか妖怪、あ、びっくりしたこいつか。これはあれよね、見えとるよ、見えとるというかあれよね使えるよね。よし、行きまーす。妖魔界に行きます。びっくりした妖魔界に参りまーす。さあ、久々の妖魔界。様子は別に変わってないんかな。うん、前まで通りやね。妖魔界でございます。行ってきます。さあ、それじゃあとりあえず、あ、てかあっこ S ランクよね。ちょっと待って、どっからやったっけ。いけるの。スタミナもアルファを手に入れた。あ、ここか。あれ降りれんくない。お、降りられないんすか。この先か。ちょっと待って、え、でもさ、もうここ第2位になるけんさ、こっちよね。ちょっと待って、どこか。いけんやん。この辺？え？ちょ、待って待って待って。ね、どうやったらあの下に降りて、いけるんすか？え？ここじゃない？ねってば。え、だってそこに糸が垂れとるやん。え、糸よね、あれ。え、これ糸でしょ？なんでいけないんですか？え？ちょ、こっちか？違うな。こっちか。どういうことだよ。ここは S ランク。え？なに？どこから行けばいいの？いけんやん。ここか！てい！ふぅ。なに君？こんなところでもあれかい？あー、なんかいろいろと。なるほど。いるんすね。え、でさ、やっつけんといかんやつは一体どこにおるん？どこにいるんすか？あれは違うでしょ？え、腹ペコ峠にもおるんよね。見当たらないですが。あれ？通れない。あれは違うよね。なんかいろいろと名前言いよったけど、おらんかったもん。え？え、おらんくない？こっち、あれ違う。ちょっと待って。こっちか。こっち側ってことかな？違う。え、おらんくない？あ、デビビル？君だね、デビビル。なんだお前ら、人間の分際で俺とやろうってのか？ビビるんじゃねえぞ。俺の本気を見せてやるぜ。よし。戦いましょう。超ビビってんじゃねえか。ガーガーガー、行くぜ行くぜー。なんか他の奴らもさ、みんななんか旗のマークやけんよくわからんねよね。悪い子犬が。サボってんじゃねえよ、おいよ。よし、ゴー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 。あと一発でいけるんじゃない？そんな早くはないかな。ビビってねえし。ビビってるだろうが。ヤマタノオロチ。はい。まだか。もういけるでしょうよ。フシフシドレイン。
はい、オッケー。一丁上がり。やっぱりほら、全然強敵じゃないって大丈夫よ。はい、オロチレベルアップ。さあ、それじゃあちょっと、ね、ちゃちゃっと、次のところに行きますか。迷子になる。迷子になるよ。こっちはこっちこっち。あの子、不死身御前かな。ね、下でなんか、頼み事をしている子は。よし。ふぅ、上がってくね。懐かしき腹べこ峠。なるほどね、上がってくる時だけなのね、ここは。ってことで、次。やめて、追いかけてこないで。お。あ、身代わり人形か。なるほど。ちょ、君に用はないんだ。ことは次もこの先ということで。はぁ、あ、違った違ったね、ズキキュンタ欲しい、ズキキュンタ。こっち側、相手に使いたい。はい。よし、行こう。ゴー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 。まあ一応、閉じコウモリ以外はね、持ってないんだけどね。ヤマタのおうち。よし。あとは武士にあんでいいか。帰りたい。帰っていいよ、全然。てか君、家の中にいるじゃないか。かつお節切り。はい、オッケー。勝利。いやー、無駄な戦いをしてしまったぜ。しかも仲間にもならないという。あ、ここだね。でい。何？なんかめっちゃ囲まれた場所に。こいつらブツブツうるさいだろう。こんな感じ俺が一番まともだぜ。ふひひひ。こいつら、全く信用ならねえんだ。いつ後ろから刺されるか。わかったもんじゃね。怖い怖い。こいつら、全く俺を信用しねえんだ。こんなに美しい心を持っている俺にどこに問題があるってんだ。やだな、ギスギスしてるわ。ここでは、誰だ？とりあえず、とりあえず、旗のマークを探していきますかね。ああ！助けてー！ふっ、上まで煽ってこまい。あ、あそこに。違うね。名前はなかった。どこから降りればいいんだ？とりあえず上まで行けばいいんかな。よいしょ、よいしょ。いやー、君も違うよー。何？君は追いかけてくるんですか？やめてよやめてよー。次。あっこになんかおるな。あっこはどうやって？こっちから行くのか？違うな。この上を。やっぱりあの上。くっそ、追いかけられたせいで。はい、ここ。あ、ここか。を、行くと、この、追いかけてこないでください。違うな。誰だ、お前。全くもって違うな。こっちか。あ、いたいた、無理だ、ジョー。お前では俺に勝つのは無理だ、ジョー。おとなしくこっから立ち去るだ、ジョー。めっちゃなんか怖いんですけど。めっちゃ突っかかってくる。よし、行くぜ。とりあえず、旅がっぱで。よし。ってことは、あとは、誰やって、旅がっぱだけか。激流一戦。よし。オロチがいける。行くぜ、行くぜ。まあ、無理だ、ジョーはね。前に倒してるから、一回。ストーリー上で。ヤマタのオロチどうすか。
さ、ナマハゲとブシニャンがもうちょっとで溜まりそうかな。頑張れ頑張れ。あいつらは何、首がないの。頑張って頑張って、早く溜めて溜めて。お、無理でちょ、やっつけたやん。あともう周りのおまけだけだね。おまけ。いけよいけよ。結構耐えるね。お、もうあと1体。それそのままやっつけれるんじゃない。ほら、あれまだやった。あ、待って、まだやっつけないで。おっしゃー、さすらい玉大事。うん、ナイスタイミング。勝利。ふぅ、守りのお札をゲット。さ、それじゃあ。待って、待って、恐ろしい。で、ラストが、荒くれ街道の旅合羽。ということだね。ちやー、こっちだ、いけい。あれ、え、さっきと同じとこじゃない。ちょっと待って。あ、そっか。あー、ミスった。また同じとこに来てしまった。はい、ゴー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 。そうよね。入り口に戻ったということなんよね。よし。行きます。というわけで、次の門をくぐった後、だな。え？ですよね。違った？あ、次の階段をくぐった後、な、ここ来た、荒くれ街道。荒くれ街道で、目的、無理だ、ジョーはもう違うんだ。え、あっち。あっちになんか、お、いた、旅がっぱ。ふん、足を倒しに来たんだな。いいぜ、相手をしてやるぜ。よし。頑張ってこう。行くぜ、オロチ。ヤマタのオロチ。そして、はい、ブシニャン。やっぱ合わせろが一番楽。超楽。カツオ節切り。あとはまだたまらないのかい。オロチがたまりそうかな。オロチいつもすぐたまるね。あ、もう君だけやん。いけるね。よっしゃー。はい、勝利。ふぅ、キュウリゲット、ありがとう。やりましたね。これで試験の妖怪には全部勝ちました。調子丼店主さんのところに戻りましょう。おーし。どこかしら。とりあえず、ご愛よー。助けてー。帰り道なくね？そんなことはないか。え？戻ってきたよね？どこですか？帰り道は一体、どこでしょうか？あったー。あったー。ふぅ、帰れんかと思った。よし、これであとはもう、ワープで、入り口まで戻ってくればいいだけっすね。ふぅ、よき。はい、ワープします。ヘロー。これで私もついに S ランクだ。ガーガーガー、力持ちピンクになりすぎじゃない？なんか。人間界に戻りますか？はい、戻ります。行くわよー。
お願いします。さあこれであとはもうね、もう雲外峡で調子堂まで行けば良いだけ。ふぅ、にしても妖怪たちも頼み事いっぱいあるんやね。ペローン、鏡の世界に連れて行って差し上げます。はい、ワープします。調子堂まで。ふぅ、でも思ったより甘い子にならんかったあれでも。3匹とも倒せたか。よくやった。やはりわしが見込んだだけはある。ウィス。今回ばかりは少々ビビっておりましたが、なんとかなるものですね。ウィス。うん。わしもその妖怪ウォッチを最高ランクに改造できて嬉しいぞ。じゃあ貸してみな。気合を入れて。ほう。あちょー、ズバ、ズババババーン。ガシャン、ガシャガシャーン。口伝音かな。ウィーン、プシュー。で、できた。できたぞ、最高ランクだ。これでこの町に住むすべての妖怪が探せるようになったはずだ。ここにそんなすごい音がしそうな機械はないと思うんやけどな。妖怪ウォッチのランクが S ランクになった。すごい。ありがとう。ものすごい音でしたが、終わってみると問題なさそうですね。ついに最高ランク。執事としても超鼻が高いです。嬉しい限りです。ちょっと大げさだよ。よしよし。いやいや、ここまでたどり着けた人間はそうはいないからな。本当に頑張ったと思うぞ。いつものご忠告はないんですか？今更言うことでもないだろ。お前たちならうまくやれるさ。すべての妖怪と友達なんだぞ。すべて。すべての妖怪と、きっと出会えます。地獄の果てまでお供しますよ。ウィス。S ランクへの挑戦、バッチリ解決。あれかな？なんか、ポケモンで図鑑を埋めるみたいな感じでさ、妖怪ウォッチでもメダルを全部集める人とかおるんかな？むずそう。ダンシングスター大量にゲットをボーナスチャンス。ニャイトーカッポーツ！ニャイトーお。やったね。当たりー。今さ、リポビタン D のこの CM なくない？てか、リポビタン D の CM がなくない？銀のこけしを手に入れた。やったね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、ふぅ、とりあえず目標の S ランクまでは上げられた。よき。よき。S ランクの妖怪とかどの辺におるんや。やっぱ、あれ？ S ランクの扉の向こう的な感じ？